ハチムシズナは、四方動物門に属する水星の、無脊椎動物であり、いわゆるクラゲとして知られる多くの種を含む、漂流生活を行う、クラゲ世代を持ち、この世代で、有性生殖を行う。また、ポリープ世代を有する者も多く、この世代ではしばしば無性生殖を行う。クラゲ世代が、低生動物として生活する十文字クラゲメ、ストラムデューシーも、 かつてここに分類されていたが、現在では、十文字クラゲつなストリゾアに分割されている。ポリプは概して小型で単純。骨格や鞘を持たないのが普通であるが、イラモは鞘がある。口側は広く平坦な、口盤となり、その周辺に一列の触手を持つ。触手は16本まで。体内には4枚の隔壁がある。この形のポリープを8ポリープといい。 この類を、八中というのはこれによる。クラゲは、大型のものも多く、単体では最大になるのがこの群である。一般には、傘状をしており、その辺縁には、縁弁が並ぶ。触手は、傘の縁に8本以上があり、その形は、おおむね単純。また、口の周辺に口腕が4本あり、複雑な形に発達する例もある。この群のクラゲを、 チクラゲという。ュウ類の生活史は、クラゲ一般と同じように、ポリップの世代とクラゲの世代を繰り返すものである。ポリップの世代では、無性生殖が行われ、そこで生じたクラゲの世代では、卵や精子を生じ、有性生殖が行われる。一般的な形としては、受精卵は、細胞分裂を続けて、大円型や卵型のプラムラ養成になる。 プラヌラは適当な基盤を選んで定着し、ポリップになる。ポリップは様々な方法で無性生殖を行い、数を増やす。決まった時期になると、ポリップからクラゲが形成される。この際に、この類では、ポリップの先端部が横にくびれ、くびれの先の部分がクラゲに変化する。くびれが単一の場合も多数の場合もあり、後者ではそれに際して、 ポーリップが細長くなり、多数のくびれを生じ、結果として多数の皿を積み重ねたような形になる。この時期をストロビラと言い、この現象をストロビレーションと言う。これは、蜂虫類の大きな特徴でもある。切り離されたクラゲは、当初はその周辺に八つの都市粒があり、これをエフィラと言う。エフィラから、 生体のクラゲになるまでの段階のものをメテフィラという。なお、違った形をとる例もある。オキクラゲではポリプが形成されず、プラムラが直接にエフィラに変態する。これは、この種が外洋性であり、ポリプの付着する基盤がない環境にいるための適応と考えられる。エフィラクラゲは、エフィラの形態のままに性的に成熟する。 この種のポリープはイラモと呼ばれ、この類のポリープでは例外的に鞘を持っている。ワームスによる。次のような系統樹が得られている。ハタクチクラゲ目や玄関アモクは単系統群とならない。ありがとうございます。